コーンスカレン。アッシュフォード学園に通う貴族、シュタットフェルト家のお嬢様。ワカリの姿であり、彼女の本当の姿は、反ブリタニア帝国組織に属するレジスタンスの戦士なの。後に黒の騎士団を創設することになるゼロと出会い、彼女は、激しい戦いに身を投じていくことになるわ。今回は、彼女の魅力をお伝えするとともに、最終的にルルーシュと敵対することになった本当の理由をご紹介します。スーパーエースパイロット。天性のナイトメアフレームの操縦能力を持っており、出力がピーキーで、普通のパイロットでは乗りこなせない日本製ナイトメア、グレン2式を見事に乗りこなし、数多くのブリタニア軍のパイロットを葬り去っていくわ。グレン2式の高い性能もさることながら、彼女の腕前が天才的であるために、ここまで多くの戦果を上げてきたの。その腕前は、旧日本軍の将軍である東道にも一目置かれ、帝国軍最強12騎士ナイト・オブ・ラウンズの次女にもラウンズ並みの腕前であると言わしめるほどであるわ。帝国軍でも、その名は有名なの。実際、捕虜になった際には、次女からはブリタニア側に戻らないか、と勧誘されているわね。また、この時拘束されたカレンのパイロットスーツ及び、ドレス姿は、妙に胸が強調されたものとなっているわ。R2 では捕虜となり、18話で処刑が決定したのだけれど、サヨコさんによって救出され、ロイド博士とセシルさんが趣味全開で改造したグレン聖典発局式を奪い、戦線に復帰するの。そして、常人では操縦できないはずの新型グレンで、ナイト・オブ・テンを撃破し、スザクのランスロットも、一瞬のうちにフルボッコにしたわ。最後の戦いである、宿敵ランスロット・アルビオンとの戦いでは、イキロノギアスによって、身体能力を極限にまで覚醒させたスザクに対して壮絶な死闘を繰り広げるの。グレンの両腕、頭部を破壊し機能停止にまで追い込まれたけど、相打ちの際にランスロットの胸部に致命的な一撃を与えて撃破したわ。セルフキャラ設定。学園ではレジスタンス活動で欠席が多くなることをごまかすため、髪型をストレートに変え、病弱でおしとやかなお嬢様を装って、クラスメイト相手には、それとなく距離を置くことで、ボロが出ないようにしていたけど、その窮屈さから、キャラ設定を後悔していたの。後にアッシュフォード学園生徒会に無理やり参加させられるが、たびたび学園で面倒ごとに巻き込まれるようになったため、重ねてキャラ設定を後悔しているわ。また、学園での病弱設定とスザクに遅れをとっているせいで、印象に残りづらいけど、首都で蜂を仕留めたり、着ぐるみ姿でも俊敏に動いていたりと、反則的な高さの身体能力の持ち主なの。快活で直情的な性格で、弱者をいたぶるものを見過ごせない正義感も持っているわ。サバサバしているように見えて、年相応の脆さもあり、兄の音やゼロに対し依存している部分が少なからずあるの。反面、直情的を通り越して、短絡的な行動に出やすい面もあり、人の行動に関してもはっきりと出過ぎてしまうため、歯に着せぬ言動や、すぐにカッとなって暴力行為に出てしまうことも少なくないわ。なお、母によれば、子供の頃はブリタニア人のハーフだということでいじめを受けていたらしいの。ただし、すべてのブリタニア人を憎んでいるわけではなく、アッシュフォード学園の生徒会メンバーには優しく接しているわ。学園のイベントで、急遽、水泳部を水着のまま抜け出してきたシャーリーに、自分の上着を着せてあげるなどのシーンもあったの。ゼロに好意を抱いていたが、第一期最終局面でのゼロの正体がルルーシュだと発覚した際には、ショックで身動きが取れなくなっていたわ。良き理解者。男前女子の声好きカレンなのだけれど、実は乙女な部分もあるの。ゼロに対して、かなり好意があるように描かれており、私に命令できるのはゼロだけなんだからね。このセリフ一つとっても、ゼロへの信頼、忠義、そして、愛する気持ちが、ひしひしと伝わってくるわ。
ブラックリベリオンの際には、神根島にて、ルルーシュが日本人を単に利用していたことを知り、ショックで、その場を逃亡してしまうの。指揮官ゼロの不在も、相まって、ブラックリベリオンは失敗し、黒の騎士団メンバーが捕獲され、無事なメンバーの多くが国外逃亡したわね。だけど、その後カレンは、日本奪還のためにはゼロは必要だと判断し、ガウェインを脱出した C2 と合流し、C2 と姉妹を偽って逃亡生活を送っていたわ。1年後、ゼロを復活させるために、浦部率いる黒の騎士団残党と飛燕4号作戦に参加することになるの。なお、この際、隠れ蓑のとして、バニーガールとしてカジノで働いており、その刺激的な服装は、ファンの度肝を抜いたわ。後に C2 にからかわれた際は怒っており、当人は不本意極まりなかった模様なの。ルルーシュがゼロとして復帰、合流後は中華連邦の大使館へと入り、一時その保護を受けるわ。黒の騎士団救出後は、再びゼロワン隊隊長に就任したわね。ゼロとしてルルーシュの指示に従う一方、正体を知っていることでルルーシュがプライベートで弱っている際には彼のフォローをすることもあったの。例えばナナリーが新総督になり、ルルーシュが戦う理由を見失ってリフレインに逃げようとした際には叱咤し、再び彼が立ち上がるきっかけを与えていたわ。ゼロレクイエム後、母と暮らしながら学園に戻ったカレンの家にはみんなで過ごした思い出の写真の中にルルーシュが写ったものもあり、その写真にカレンが微笑むシーンがあるの。彼女は平和になった世界でも彼を忘れずに覚えており、なおも大切な人だと思っているわね。敵対した理由。カレンはナナリーを通じてルルーシュの事情を知っていながらも、皇帝ルルーシュの真意を見抜けず、黒の騎士団も離反せず、最後はモノローグを担当したことなどの面で視聴者から批判されることがあるわ。ただこうなったのは物語の構成事情も多分にあったと思うの。実際黒の騎士団を追い出して後に皇帝ルルーシュとなった際に彼にキスをしていることから、最後まで彼に好意を持っていたと思うわ。だけどルルーシュに代わってスザクと戦うというのが一気におけるカレンの立ち位置であり、いわば彼女はスザクと戦うために用意されたライバルキャラであったの。スザクに対しても悪感情は抱いていなかったけど、ゼロへの認識や日本の独立をめぐって平行線で混じり合わない関係だったわね。 R2 終盤においてルルーシュとスザクが手を結んでしまい、もしカレンがこれに加わってしまった場合、ルルーシュに敵対するシュナイゼル・エル・ブリタニアや黒の騎士団残党といった面々は、スザクが乗るランスロット・アルビオンとカレンの乗るグレン聖典八極式を相手にするという無理ゲー状態になってしまうわ。ぶっちゃけ終盤の対決としては、パワーバランスの釣り合いが一切取れていないわね。スザクが最後に戦う相手としても、カレン以外の敵役はおらず、加えて、ルルーシュを理解し支えるヒロインという立ち位置としては、すでに C2 がいるため、ルルーシュについて言ってもキャラかぶりしてしまうことになるの。ゼロレクイエム後のルルーシュが作った世界で生きていく、かつ、ルルーシュの意思を理解した人間として、ゼロとなったスザク、契約関係にある C2 を除くと、終盤モノローグを担当する役回りには、多くの物事を見てきた、ルルーシュの味方だったという大罪もない純主人公的な彼女が適任であり、これらの多くの理由がルルーシュ側についていかなかった要因とも考えられるわ。結果として終盤にはルルーシュたちに怒りと憎しみをぶつけるシーンが多かったり、一気から対立してきたスザクとも作中では共闘はもちろん明確に和解するシーンもなく終わっていたりするため、後味が悪くなっているわ。だけど劇場版コードギアス復活のルルーシュでは和解とも取れる会話をスザクとしており、味方関係で戦闘を繰り広げることになるわね。当チャンネルでは
皆様に楽しんでもらえるようなロボットアニメについて物語っていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご意見やご要望のコメント、お待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。お相手は、アンナでした。